今回はタイトルに中学準備という言葉が入ってます。なので1番は小学6年生だったりとか6年生のお子さんがいらっしゃる保護者の皆さんに見てほしい内容にはなるんですけど、うち長男が小3なんですけど、小3の息子にも結構やってたりすることですし、あとは上はもう中学生高校生だったりとか、もっと言うと社会人の方とかでも実際これねやっておくと時間の使い方がうまくなるんですよ。なので今回そういった10分チャレンジっていうものを一つ紹介していきますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、ハイチです。今回はですね、先ほど言った10分チャレンジについて紹介をしていきます。でこれはですね、名前の通り10分で何ができるのかっていうのをチャレンジしていく内容です。例えば小学6年生の方にやってもらう場合には主に2つチャレンジしてほしいことがあって、1つが問題チャレンジです。でもう1個が暗記チャレンジです。問題チャレンジの方で少し説明をさせてもらうと、プリントもしくはワークとか問題集を用意してください。であとはタイマーですね、カウントダウンができるタイマー、100均とかでも売ってますので、そちらを用意していただいて、さあ今からじゃあどれかやるものを決めますね。プリントとかを決めて10分でどこまでできると思うっていう、まず予想をさせます。学生のみんなも予想してください。ここまではいけそうだなと。で実際にじゃあ10分のタイマーをピッて押して、10分でどこまでできるのかっていうのをチャレンジをするんです。もちろん丸付けは別時間で構わないんですが、丸付けも含めて後でちゃんとやってください。でこれが10分チャレンジ。ちなみに暗記も同じで、例えば英単語暗記ありますよね。10分測るからどこまで覚えられると思うかっていう、まず予想をするんです。これが大事。自分でどこまでいけるのかを予想をして、実際10分測ってチャレンジをしてみてください。この10分チャレンジなんでやるかっていうとですね、人っていうのは意外と10分その決まった時間に対して自分ができると思っているものが一致してないことが往々にしてあります。つまりこのぐらいできるだろうと思ったけども、実際そんなにできなかったってことだったりとか、いやもっとできるじゃんっていうことも起こるんです。でこの10分、まあ1時間、これがね拡張すると1時間とか30分とかね話になっていくんですが、この時間で何ができるのかなっていうものが自分の能力とちゃんと話し合って、このぐらいいけるでしょっていうのがちゃんと分かっていると、いざ例えばテスト勉強だったりとか、まあ仕事においてもそうなんですが、このぐらいの時間でこういったペースで進むっていう計画が正しく組み立てやすくなるんですよね。でもその時間に対する自分のできることっていうのがずれていると、まあこのぐらいできるでしょうっていう契約を立てた時に、いやもともとそんなにできないじゃんっていうものを立てたら、当然計画がダメになっていくんですよ。だってそれ間に合わないので。なのでできれば中学に上がる前に自分がこの時間でこのぐらいの量はできるんだって、もちろんそれは毎日そのね楽しかった日とか気持ちがねこう高揚してる時とか落ち込んでる時、それは能力に差は出ます。そこはもちろん後で微調整が入るんですけど、ただ自分がこのぐらいはできるんだっていうことを自分で知っておくことがすごく大事なんですね。でそれが中学に入っちゃうと部活が始まったりとか、あとは、ね、新しい人間関係とかでなかなか余裕がなくなっちゃうんです。なのでそうなる前に小学生のうちに今こう時間があるのでやっておくと、後々自分のためになりますので、ぜひやってみてください。ちなみにこの10分チャレンジは10分にこだわる必要はありません。短くしていただいても長くしていただいても大丈夫です。例えばうちの長男、まあ、小3でねやってましたけども、最初5分とかで設定してたと思います。っていうのは、まあ、親から見て10分だと後半ちょっとだらけるかなっていう、そこまでなかなか持たないかなっていうところと、あとはうちの長男は多分これをね振るとですね、いっぱいやったらぜっていうタイプなんですよ。だから結構多めに目標を設定します。で多めに設定したんだけど、実際やってみたらそこまで届かなかったってなっちゃうと、本人の自信がちょっとこう崩れちゃうんですよね。でそこのリスクはうちの長男はちょっと負わせたくなかったんですよ。なのでズレが生じにくい5分からまずやってって、少しずつ時間を増やしていくと。だから皆さんもやってもらうとき、特に中高生とか社会人の方とかだったら10分ではなくてもっと長くてもいいです。ただだれてしまうなっていう時間も予想込みでやってしまうと、なんかできればこう自分がちゃんと集中してやるとここまでいけるじゃんっていう自信にもつなげてほしいところがあるので、自分の中でこううまく自分の中と相談して時間設定をして、ぜひやっていただけるといいかなと思います。
はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。私がねよく思っていることですが、時間は有限です。限りがあります。で、学年が上がっていけばいくほど、例えば中学に上がれば、中学から高校に上がれば、もっと言うと社会人になるとどんどん時間がなくなりますよね。仕事をしながら勉強って本当なかなかできないんですよ。時間がないので。だからこそ、その部活の間の隙間時間だったりとか、お仕事の合間の隙間時間をどう使うかです。で、隙間っていうのはたくさんボンって時間ができません。10分とか20分とかになってしまう。じゃあでもその10分を集中したらここまで自分がやることができるんだっていうのをちゃんと把握しておくと、その隙間時間でも自分の能力アップにつなげていくことができますし、計画もうまく立てられるようになりますので、その辺をこの、ね、自分の時間がね決まってる時に、ここまではできるんだ、このぐらいだよなっていう自分の能力をきっちりね把握して、今後にねうまく活かしてもらえたら嬉しく思います。ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。今週も頑張りましょう。